注意。この動画では、日本妖怪四十七士について解説します。解説に誤りがあるかもしれませんが、その辺はご了承ください。ネタバレもありますのでご注意ください。こんにちは、ゆっくり会える雪風です。知らぬいです。妖怪ではありません。この動画のゲストの航空機関最強に叶える、早水です。皆さんのサポート、頑張ります。それでは前回に引き続き、日本妖怪四十七士について解説しますね。前回は中国地方の妖怪四十七士について解説したので、この動画では四国地方の妖怪四十七士について解説しますね。四国地方の妖怪四十七士については、上記の順番で解説しますね。愛媛県は最後から2番目ですか？では上記の順番通り、最初は徳島県の妖怪四十七士について解説しますね。徳島県ということは、最初に解説するのはあの妖怪ですね。皆さんご存知の小泣きじじい。徳島県代表の沖縄の妖怪で、鬼太郎ファミリーの一員で、赤ん坊の声で泣いて体を石化させて、体重を増加させることができるのよ。伝承では徳島の山中などによく現れ、近づいてきた人にしがみつき、赤ん坊の声で泣いて石化して体重を増加させ、最後はその人を圧死させる恐ろしい妖怪なんですよね。他にも小泣きじじいは、自分を殺した相手と心を入れ替える能力を持ってるようで、小泣きじじいを殺した人は心を入れ替えられ、小泣きじじいの姿になってしまうそうですよ。そうなってしまうと別の誰かが自分を殺すまで山中で待ち続ける羽目になるそうですよ。ついでに数千年の時を生き続ける羽目にもなるそうです。でもアニメでは伝承と違い、鬼太郎の良き保護者的な禅の妖怪として活躍してるんですよ。年齢は3100歳くらいで、身長は140センチメートル、体重は25キログラムから2トンで、性格はのんきで酒が大好きで、酔っ払ってはよく砂かけババアに叱られてるそうです。砂かけババアとは腐れ縁の関係だそうで、作品によっては砂かけババアにベタボレだったり、結婚していたりしてるそうです。でも女性妖怪と戦うときに砂かけババアにやきもちを焼かれるなど、ただならぬネタを匂わせる場面は原作、アニメともに多いんですよね。しかも道では真偽は不明ですが、別れた妻がいることをほのめかしてたそうですね。テレビでは砂かけババアの営む妖怪長屋の住人で、家賃を400年くらい滞納してるそうで、頻繁にダダをこねるそうで、砂かけババアに叱られることが多いそうです。性格はのんびり屋で酒が大好きで、砂かけババアとは良いコンビだそうで、将棋に鬼太郎を付き合わせて興じることもあるそうです。他にもごきこなきじじいは長い黒髪フェチという一面もあり、さらに女装も披露してるんですよ。さらにごきこなきじじいは腕や足の一部だけを石化させることができるようで、主に西洋妖怪との戦いでよく使用するようですね。西洋妖怪のフランケンとの戦闘では、フランケンの巨大な拳を裏剣で受け止め、互いに拳をぶつけた時には周囲に衝撃波が広がってましたね。他にもゴーゴンとの戦闘では、石にされたと思わせておいて、自ら瞬時に石化するなど、高度な石化の能力を発揮してましたね。しかもごきこなきじじいは、西洋妖怪キラーとして人気を博していたので、鬼太郎ファミリーの中ではかなり強いようですよ。そしてカワウソと砂かけババアの時にも言いましたが、小泣きじじいは73話で四十七士の紋章が現れ、徳島県の妖怪四十七士に覚醒したのです。手洗い鬼、香川県代表の巨人で鬼の妖怪で、大だらぼっちの一種とされ、四国の海で三里もの距離の山々をまたぎ、海で手を洗うそうです。高松から丸亀に続く間で手を洗っているところを目撃されてるそうですが、大きさの割にどこに住んでるのかまではわからないそうですね。手洗い鬼のまたいだ距離は全長 12km を超える瀬戸大橋よりも長いそうなので、手洗い鬼はかなり大きな巨人だそうですよ。映画にしか登場してないためスペックは不明で、しかも手洗い鬼は結構謎が多い妖怪なんですよ。手洗い鬼の伝承は、江戸時代の奇談集、絵本百物語でしか確認されてないようですが、香川県ではおじもという巨人が飯野山と青野山をまたいで瀬戸内海の水を飲んだという伝説があり、飯野山の山頂にはそのおじもの足跡が残っているそうですよ。詳細は不明ですが、他にも孫太郎という巨人が飯野山と双子山をまたいだという伝説もあるんですよ。お次は犬神養豚狸。愛媛県代表の狸の妖怪で、正常寺の狸林、文福茶釜と並ぶ日本三大狸話の一つ、松山騒動800夜狸物語で有名な狸なのよ。
愛媛県の熊野町本の古寺に住んでるようで、800ヤバ抜きの総大将としても有名で、現在は山口霊神神社に祀られてるんですよね。800ヤバ抜きは喧嘩上等の武闘派で、四国全土を制圧して狐に足を踏み入れさせなかったそうで、さらに人間にも戦いを挑んだことがあるそうです。他にも800ヤバ抜きは松山城の乗っ取りにも参加したことがあるそうですね。映画にしか登場してないのでスペックは不明ですが、犬神養豚抜きにはこんな伝承があるんですよ。松山の狸は天智天皇の時代からいたようで、狸が狸を産んだ結果、その数は808匹になり、その眷属の数から800ヤバ抜きと呼ばれるようになったそうです。その狸たちの総大将が犬神養豚抜きだったそうで、しかも犬神養豚抜きは強力な神通力を持っていたそうで、さらに松山城を守護し続けていたそうです。犬神養豚抜きの養豚という名称は、松山城の城主の先祖から授かった称号で、城の家臣たちから信仰され、土地の人々との深い縁を持っていたそうですね。しかし、ある日お家騒動が起きてしまい、犬神養豚抜きと800ヤバ抜きは謀反側に利用され、会議を起こして謀反側に助力したそうです。その後、タヌキたちは人間に懲らしめられ、熊山の洞窟に封じ込められたそうです。その洞窟は今でも松山宿谷中組に、山口霊神神社として残っているそうですよ。ちなみに前述のお家騒動にはいくつかのバリエーションがあるようで、城を守る立場のはずの犬神養豚抜きがお家騒動を助力していた理由や、人間に懲らしめられた経緯にも、いくつかの諸説があるそうですよ。タヌキって本当に奥が深い動物なんですね。最後は山じじい。高知県代表の老人の妖怪で、誰も寄りつかない山奥の古きに住んでいるらしく、しかもこの妖怪を見た人はとても少ないそうです。姿は目が一つで足が一本しかなく、蓑のようなものを身にまとっており、70歳くらいの人間の老人に見えるそうです。テレビでは25話、47話、51話などに登場してますが、テレビでは覚醒せず、映画で四十七死に覚醒しました。なのでゴキヤマジジイのスペックは不明ですが、ヤマジジイにはいくつか恐ろしい伝承があるんですよ。ヤマジジイは声の大きさがすごいようで、その威力は山中に響き渡り、天地を震えさせ、木の葉を落とし、石を動かすそうです。しかもその大声で鼓膜が破れて死んだ人もいるそうですよ。さらにヤマジジイは人間に大声比べを挑んだこともあるそうで、その時漁師は自分の声と見せかけて銃声を鳴らしてヤマジジイを負かしたそうですよ。しかし銃声で騙されたことに気づいたヤマジジイは、雲に化けてその漁師の家に忍び込み、寝込みを襲って恨みを晴らしたそうですよ。さらにヤマジジイの歯はとても頑丈で、イノシシや猿の頭を大根のようにかじったそうです。そして山の中ではヤマジジイに逆らう者はいなかったそうですよ。なので漁師たちは前述の、山の中でヤマジジイに逆らう者はいないことを利用して、自分たちを襲ってくる狼などを追い払うために、ヤマジジイを餌で手なずけてたそうですよ。他にもヤマジジイは人の心を読むという伝承もあるようで、その昔、夜の山小屋に現れたヤマジジイを見てキコリは恐れ、殺そうと考えるとヤマジジイはその考えを読んで言い当てたそうです。しかし焚き火の火の粉がヤマジジイに弾け飛んだ途端、ヤマジジイは自分が読み取れなかった出来事が起きたことに驚いて逃げ出したそうです。ちなみに、漁師は山小屋で寝るときは、小屋の周りに動物の骨を置くそうです。そうするとヤマジジイは襲ってこないそうですよ。伝承ではヤマジジイの性格はおとなしく、人に騙されることもあるようで、他にも子供や家畜をさらうという伝承もあり、さらに人に富をもたらすという伝承もあるんですよ。その昔、高知県物部村に住む中尾という人は、ヤマジジイから高引きの種をもらい、それを畑に撒くと、その年は大豊作となった。その年末にヤマジジイが現れ、餅が欲しいというのでたくさん食べさせると翌年も大豊作となり、そして年末に再びヤマジジイが現れ、中尾はさらに多くの餅をヤマジジイに食べさせた。前述の行為を繰り返してるうちに、ヤマジジイの食べる餅の量は増えていき、家計を危ぶんだ中尾は、餅と偽って焼き石をヤマジジイに食べさせ、熱がるヤマジジイに茶と偽って熱い油を飲ませた。これにヤマジジイは驚いて逃げ帰り、途中で命を落とした。以来、豊作だった中尾家は一気に大凶作になったそうです。他にも馬で荷物を運んでいたら、ヤマジジイに荷物を食べられ、さらに馬まで食べられてしまったという話もあるんですよ。どの伝承も、怖さのレベルをぶっ越えてますね。余談ですが、ヤマジジイはロッキー太郎アニメでは、4話でゲゲゲの森の住人として登場してましたね。ロッキーヤマジジイは、ゲゲゲの森に迷い込んだ人間の少年ユータが、好奇心からヤマジジイの木の実を燃えたことに怒って、巨大化して大暴れしたんですよね。地面から無数の手を伸ばして、ネズミ男や子泣きジジイなどを手当たり次第に捕まえましたが、ユータが木の実を返したことで怒りを鎮め、捕まえた妖怪たちを解放したんですよ。その後、
謝罪に来たユータに、どの世界にも犯してはならない掟がある、と彼の行為を戒めながらも許し、ユータの手のひらに罰印を書き、再度忠告して姿を消したんですよ。と、四国地方の妖怪四十七士を解説しましたが、どうでした？妖怪の素晴らしさみたいなものを学べたような気がして、とても面白かったです。それではここら辺で解説は終わりにしますね。次回は九州、沖縄地方の妖怪四十七士について解説します。最後までご視聴ありがとうございました。